はい、皆さんこんにちは。ホタル2度目の洗車機体験です。まあ、これはホタルを連れて行こうと思って来たわけじゃなくて、まあ、たまたま洗車に来た時にホタルがいただけなんですけど、まあ、前回も来た時にホタル特に怖がらなかったので、そのまま洗車機に突っ込みました。でね、僕たちが住んでる愛知県東海市っていうのは鉄の町とも言われてるんですね。別名製鉄所が結構あってですね、で鉄粉がかなり舞ってる町でして、夜なんかね、工場地帯があるんですよ。知多半島っていう半島になってるので、西側に伊勢湾があって、海沿いにこう工場地帯がざーっとある地域なんですけど、夜なんか見るとね、結構煙がもくもくもくって上がってて、見たことある人は分かると思うんですけど、煙突町のプペルみたいな、あんな感じになってます。まあ煙突とね、工場自体は、まあ、あまりいいものではないんですが、その奥に見える夕日がものすごく綺麗で、とてもまあ見る分にはすごい綺麗だなと思います。ただそう、鉄粉がね結構飛んでくるので、洗濯物とか、まあ、こういう車なんかにはすごい悪影響がありますという、まあ、プチ情報でございます。であと最近はね、黄砂が結構飛んでるので、まあ、それも相まって車がかなり汚れるので、洗車機に入れる機会も増えました。でホタルはまあ別に洗車機に入ったからといって、そんなに大したリアクションもすることはなくですね、そんな面白い今日は動画ではないんですけど、ホタル今ホットカーペットの上で気持ちよさそうに寝ております。僕の今ホタルって言った声で反応して、耳をピクッと動かして目を開けましたが、なんでフレンチブルドッグってこんなに可愛いんでしょうね。本当に可愛い。吸盤のように地面に張り付いてます。寝ました。来るよ洗車機来るよ。ほら、今これね、マサヨの車なんですけど、ミニ。今こうやって助手席にこの時期は普通に乗せてましたけど、今もうホタルのね、やっぱ爪とかで車の中に傷がついてしまうので、もうホタルはちょっと後ろのなんだ、何でしたっけ、まあケースに車で移動するときはもう入れてます。もうこうやって膝の上に置いたりせずに。でね、ホタルもね、こう外が見えると興奮しちゃうんで、結構もう運動したみたいにハッ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 ってかなり激しい息遣いになっちゃうんで、助手席に乗せると、まあ、あまり景色を見せないで、クレートっていうのかな、確かああいうの、まあ、後ろのセカンドシートの中に、箱の中に入れてます。そっちの方がホタルも寝ててね、落ち着くので、まあいいかなと思って。あれ、なんか動き出しましたね。こうやってね、たまに運転席の方に行くから危ないんですよね、運転中も。皆さんも気をつけてください。たまに運転席に乗せて運転してる人もいますけど、怖くてちょっとできない。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。